今日は赤花イモリの飼い方について説明したいと思います。今我が家では2匹の赤花イモリを飼っているんですけども、手前にいる方が小さい方ですね、両方とも多分オスだと思うんですけども、お腹の下が赤というかオレンジ色をしているので赤花イモリと名付けられています。あと尻尾ですね、ちょっとこの画像見にくいんですけども、幅が広い感じになってます。これがオスの証拠です。ここにいるのもオスですよね。2匹とも多分オスの個体だと思います。これは長野県に遊びに行った時に田んぼの様子を撮りました。県によって条例では埼玉県なんかでは赤浜イモリは取ってはいけない生物になっているそうなので、各都道府県取ってもいいかどうか確認をしてみてください。飼い方は意外と簡単です。我が家では、飼うスペースも少ないので、こういったカブトムシを取るような20センチ ×15 センチぐらいの飼育ケースで飼っております。あと下はちょっと砂利を引いたり、あと石、河原で拾ってきた石ですね、高台を作ってあげて陸と水中両方を住めるようになってます。あとまあ注意すべきは脱走ですね。ヤモリみたいに結構垂直方向もガンガン登ってきますので、ちゃんと蓋をして飼ってあげるというところと、あと水はやっぱりね、生理に住んでる生き物なので、なるべく早めに、僕なんか2日に1回ぐらいはまめに、交換するようにしています。あと餌はですね、市販品のこういったアカムシですね、拡大すると熱帯魚、メダカ、金魚、イモリなどにと書いてありますし、天然のものなので栄養価も高いと思います。あとは時々捕まえてきた庭にミミズとかもあげると喜んで食べますけれども、水が結構汚れるので、こんなドライフードも主食としてはいいかと思います。結構水替えの時はね、おとなしいんですけども、上流に向かってダダダッとこう駆け上るような感じでスピーディーに泳いだりしますので、水替えの時に逃げないように、注意は必要です。あとはもう至っておとなしい生き物なので、飼いづらいというか難しいことはないと思います。ぜひ、大切に飼ってみてあげてください。はい、以上イモリの飼育の方法でした。